ハイン・リヒ・ミュッケ。ハイン・リヒ・ミュッケはドイツの画家である。現在はポーランド領のブロツワフで生まれた。計2ヒから絵画を学んだ後、ベルリンの美術アカデミーに入学し、フリードリヒ・ビル・ヘルム・フォン・シャドウの弟子の一人となった。1826年に、シャドウがデュッセルドルフ美術アカデミーの校長に任じられると、ミュッケもシャドウに従って、デュッセルドルフに移った。シャドーの下で、 装飾画の古いフレスコ技法の再現などを研究した。1833年にプロイセン政府の1年間の奨学金を得て、1834年から1835年の間、イタリアに留学した。宗教的なテーマや歴史の題材を描いた。1844年からデュッセルドルフ美術アカデミーで教え始め1848年に教授となった。 1848年にデュッセルドルフに作られた芸術協会マルカステンの創立メンバーとなった。1852年にプロイセン政府から赤州省を受訓した。ありがとうございます。